ね。でまあパパ取れってすぐ言うんですけど、取れ、ただ今日は初めてイチゴを自分で取ろうとして落としちゃったんですよね。もう初めて号泣したんですよ。もう食べ物でやっぱ号泣するのなかなかなくて、うん、でまあやっぱりそれがイチゴだったんで、やっぱりもう、まあ、ちょうどお客さんが作ってくれたイチゴだったんですけど、やっぱそれだけ子供にとってはやっぱり大きいのかなっていう、ね、まだしっかりね話できないんですけど、美味しいっていうことは分かってる、そうですね、やっぱ美味しいっていうのは分かってるから、それで涙を流すぐらいですから、へ、まあ、やっぱり本当に子供に食べさせるのは本当に素直で、素直な回答が返ってくる、素直なリアクションが返ってくるんで、そうですね、一番分かります、そうですね、だけどやっぱり僕も勉強しましたけど、やっぱりお客さんのトマトを食べてもらって、やっぱり子供は食べますけど、その後普通のトマト食べると食べなくなってしまうので、まあ、甘いものをあげすぎるのも良くないかなというところは少し思いましたね。